皆さん、こんにちは。日本語の先生のりこです。皆さん、最近私は新しい日本語の言葉を勉強したんです。それは、食ハラ。私はセクハラとパワハラなら意味がわかります。でも、食ハラって何最初に聞いた時、わからなかったんですね。実は、この言葉を私のアメリカ人の日本語の生徒さんから聞いたんです。 私はイギリスにもう長く住んでいるので、日本の大きいニュースはフォローしているけれど、小さいニュースやトレンドについて知らないことが多いです。日本で何が流行っているとか、人気なのか、とか、時々わからないことがあります。そして、先日、アメリカ人の生徒さんから、先生は、食ハラっていう言葉を知っていますかと聞かれて、え 何それみたいな感じでわかりませんでした。だから調べてみましたよ。まず、ハラスメントを使った言葉はたくさんありますよね。セクシャルハラスメントはセクハラ。パワーハラスメントはパワーハラ。そして、この食ハラは食事ハラスメントだそうです。えー、何それ 食ハラっていう言葉は3、4年前からあるそうです。全然私は知りませんでした。でも、食事、食べること、食べることに関するハラスメント、ますますよくわかりませんよね。だから、さらに調べてみました。例えば、次のようなケースなんです。職場に新入社員が入ってきました。 上司はこの新入社員を食事に連れて行きます。そこで大量のたくさんの量の食事をその新入社員に食べさせるんです。もっと食べろみたいな。するとその若い社員はなかなか断ることができない。そして無理やり食べなきゃいけない。これが食腹のケースだそうです。 日本社会はどんどん変わっていっているようですね。ずっと昔は嫌なことがあっても我慢していたり嫌だと言えない社会でした。でも今はすぐにハラスメントだということで人々は文句や苦情を言います。嫌なことを嫌だと言う。おかしいことをおかしいと言う。それはいいことだと思います。でもどこまでがハラスメントハラスメント という言葉を使いすぎのような気がしました。皆さんはどう思いますか調べてみると、もっとハラスメントに関する言葉が出てきました。例えば、モラハラモラルハラスメント。アルハラアルコールハラスメント。またハラマタニティハラスメント。そして、スメハラスメルハラスメント。 なんやねん。もう意味がわかりません。何でも言葉を作ればいいっていうもんじゃないんですよ。私には正直わけがわかりません。スメルハラスメントは匂い。臭い匂いが問題だそうです。例えば、職場に香水をたくさんつけている女性社員がいる。その香水の匂いがハラスメント。職場に よくタバコを吸う社員がいる。タバコ臭い。それがハラスメント。モラハラ。モラルハラスメント。これは何かモラル。日本語では倫理や道徳と言いますが、それに反することをする。モラルハラスメント。パワハラとは違うそうです。パワハラっていうのは上下関係や仕事のポジション。 それを利用して相手を攻撃するとか苦痛を与えることだそうです。つまり上司がその立場を利用して部下をいじめるみたいな。そういうのがパワハラ。けれども、モラハラに関しては上下関係問わず、職場に限らず、いろいろな集団グループの中で、さらには夫婦の間。 結婚しているカップルの間でも、モラハラがあるそうです。例えば、妻が夫に嫌がらせをする。そんなことをモラハラというそうです。難しいですね。人間関係気をつけなければいけません。知らないうちに相手に嫌な思いをさせていると、ハラスメントということで問題にされるかもしれないんですから。 さて、食腹ですが、親が子供に残さず食べなさいというのはどうなんでしょうか。私は子供の時に父や母に厳しく食べ物に関してしつけを受けました。例えば、出されたものをなるべく残さない。たくさん食べろっていうわけじゃないんです。でも、食べられる範囲で残さない。例えば野菜。 バランスよく食べなさいということです。だから嫌いな野菜があっても私の母は私に食べなさい。食べるまで席を立ってはいけない。と教えました。今だったらこれも食ハラになるのかな私にはよくわかりません。ということで今日はハラスメント。 食ハラ、モラハラ、スメハラ、何でもハラという話をしてみました。それでは私のサイトにはトランスクリプトと単語リストがあります。最近はドナさんという方に助けてもらって過去のトランスクリプトもたくさんできていますのでサイトをチェックしてみてください。そして YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。 YouTube のコンテンツは日本語学習者のビギナーさんのためにビデオを作っています。じゃあ、またねーバイバーイ